大津彩香さんのさフライデー記事があったやん、はい、へー、でも読んでたやないか、人生に。知ってますよ。何や、今の家は。いや、知ってますよっていう。知ってますよの時に、とは言わんやろ、普通人間。いや、って言って、何やねんって言われたら、知ってますよって言おうかなと思ってた。何やねん、それ。だから知ってますよが、よく分からへんわ。びっくりしたわ。そうくる思ってなかったから。まあ、たまにはフェイントかましとかなな。はい。んがね、何やったか忘れてんけど、だから、おっさんのフライデー記事、素晴らしい記事でしたよね。大津彩香様の、もう今後の展望とか、彼氏ができたとかさ、素晴らしいさ、情報が聞けてさ、うん、本当になんていうか、すごいなって、やっぱりすごい人やなと思って、感心することしきりなんやけどさ。うん、であれフライデーデジタルってさ、うんうん、あのヤフーとも提携してんやろうな。でヤフーニュースにも載ってるわけよ、うん、まあ俺はヤフーニュースで読んでたんやけど、うん、でヤフーニュースなんでコメント、うん、いわゆるヤフコメっていうのがつくわけですよ、はいはい、そこが地獄絵図地獄絵図、はい、地獄絵図やねその素晴らしい記事とは裏腹に地獄絵図になってる、うん、あもうひどいことになってるのはあれですかね、もしかして、うん、いや素晴らしい記事だったと八角部屋は思ってますよ。だけど、ね、あんなのじゃ あれだけじゃ素晴らしさは伝わらないっていう感じ。そういう文句かな、うんうん、そんなことで大津さんの素晴らしさが伝わるわけないだろうわっていう、そっちそっち、フライデーの記者はポンコツかみたいなそういう内容なのだろうか想像ですよ、弟子の想像、想像はな。じゃちょっと見ていこうか、うん、はい、うん、何個か見てみようか。いろいろと関連情報を拝見させていただきました。心臓の強さには感服しますが、この大津さんのような人物を許していたら社会が正常に回らなくなってしまうのではないかというのが正直な感想です。そしてそれを傍観している皆さんとしても、心の奥底にある社会的なアラームが反応してしまって嫌悪感を抱くのでしょう。これ以上傷口を広げないためにも、大津氏としては一旦司法が判断を出し切るまでおとなしくされてた方が賢明かと思いますが、おそらくそういうブレーキのかけ方そのものを教育されてこなかったがゆえに招いた結果とも言えるでしょう。そもそもこのニュースの掲載責任者は、大津氏をとことん貶めてしまう記事を出したという認識はあるのでしょうか。このような方が増えていくと、日本社会は崩壊しますね。それでなくても増えているイメージです。司法も早く取り締まってほしいですね。厳罰にしないとまた悪事を繰り返します。だからな、立花さんの方が絶対危ないよ。現在、さらに借金増加中。今度は再度の計画倒産かも。X でもよく見かけるけど、あっちの方が悪いとかいう小学生マインドの人がいるな。相対的により悪い人がどこかにいたからといって免責される話じゃないんだけどな。ちょっと幼稚すぎて呆れる。っていうようなね。もう割とでもこれは、俺の直感なんやけど、割となんか第三者っていうかさ、あ、大津さんってあんまり知らなかった。たんですけど的な入りしてるけど、うん、これ詳しい人やろこれこれほんまに大津さんを初めてこの記事で知った人が書くようなことじゃないから、ちょっとそれはあれやで別に批判する気はないけどさ、うん、何やって、うん、でさ、まあ、いつもの通りさ、立花の方が悪いが出てくるよね、やっぱりね、うん、立花がが出てきてるよね。で、言われてるよね、 X でもよく見かけるけど、あっちの方が悪いとかいう小学生マインドの人がいるのはほんまの、別にカリーだからいつも俺が口を酸っぱくして言ってるやろとか、カリーに立花さんが悪いとしても悪人が2人になるだけなの。あ、分かった。で、立花さんが逮捕仮にされたとして大津さんが逮捕されないってことはないの。なほんまにほんまになんか、なんでそうシーソー理論で考えんねや。その別に、まあ、1たす1は2だよってことですね、うん、ほんまによくわからない。それ次行ってみましょう、2個目、はい、お金を返金しないことが問題になっていて、ついに債権者が破産申し立て、その申し立ての直後、7000万円以上を不明瞭な支払いや投手自身の講演会に流していたことが破産管財人、破産を仕切る弁護士によって明らかにされました。さらに債務超過状態なのに資金が自由になった半年の間に 1.2 億もの経費を使用、ご本人は党運営にお金はかからないと説明をしていました。記事は大津彩香の言い分なのでしょうが、日大芸術学部中退を芸大と言っていたり、ウィキに本当の情報があります。かなり虚偽の情報が含まれていると見ています。立花が党から無利子で借りてる 3.5 億円は、息子への党費での家賃負担、娘への月20万円の党からの報酬は、
頭皮から流用した淡路島のドッグランの費用は、その辺は問題ないの。立ち話の話は関係ない。それが問題だったとしても普通に大津も問題だらけだろ。そこな、まあ同じ、まあ説明してんのな、うん、大津さんのまずいところね、うんうん、元々の米の人はそれに変身で、うん、まあ出た出た立花の先天グークインは出た出た、うん、だから仮にそれがあかんことやったとしても、うん、今弟子でも分かるもんな、この理屈はな、うん、だから立花さんの 3.5 億円ではっきり言って意味がよく分からへんけど、うん、それと今大津さんがやってることっていうか、今大津さんが破産管財人に返せ言うとんねん言われてることっていうのは別の話やってことは分かってるよね。うん、ってことやんね。何をその辺は問題ないのって言ってるから、もう仮にだからその辺は問題ないのに答えるとしたら、仮に俺はちょっとはっきりこれ問題があるのかないのかよくわからないので、問題があるかないかの答えは差し控えさせていただくけど、問題ないのの答えといえば、仮に問題があってもそれは大津さんの今のやってることは全く関係がないが答えですね。だから最後の人と一緒やね。それが問題だったとしても大津に、あ、普通に大津も問題だらけだろう、これが答えね、うん、関係ないことをなんで混ぜてくんやろうね、うん、全然意味が分からへんだけど、ま、もうほんまによく言われてるけどさ、例えばスピード違反で捕まってそこをさ、うん、もう警察に止められてちょっとちょっとってなんか話怪我してみたいななってるところで猛スピードで別の車が突っ切っていってさ、うん、あいつのがスピード出してるだろうわって、あいつを捕まえろって言ってるのに等しいよね。いやいやって、いや仮にそうかもしれないですけど、あなたがスピード違反したことは間違いないので、あなたのことを、うん、やれ処分しますよって話やんな。それと一緒のことですね、うん、じゃあ最後になると思う、まあ今日は3つで終わっとこう。3つ目、恥ずかしながら初めてこの方を知りましたが、調べれば調べるほど言ってることとやってることが真逆な方のようですね。フライデーさんはキャラ的に面白いから追いかけてるんだと思いますが、この方を不自然に持ち上げるのは社会悪だと思いますよ。それは結局大津氏自身を追い込むことにもなります。ジャーナリズムの本懐とは何か、先人が作り上げてきた雑誌フライデーとは何だったのか、ネット用のお手軽提灯記事書いてる暇があったらよくお考えになることをお勧めします。ごめん、俺もちょっとマッキーになってきたんかな、うん、俺この人が恥ずかしながら初めてこの方を知りましたが、ちょっと信用できへん俺ちょっとちょっとこれは無理がないかってちょっと思ってしまう。もうよか、うん、本当に初めてだったらごめんな。なんか初めて知ったふりをして大津さんを落とそうとしている感じがしてしまうんですけどね、うん、まあ、ごめんね。マッキーです。マッキーでもそんなちょっとなんか不自然じゃない、ほんまに。本当に大津さんのこと初めて知ったんやったら、なんかこんな書き方せんよ。なんかめっちゃ前から知ってたような書き方してると思うねんけど、うん、俺はフェアな人間やからちゃんとフェアに言ってるだけやで物事をな、うん、うん、まあでもそれは置いといたとしても、フライデーさんはキャラ的に面白いから追いかけてるんだと思う。違うっちゅうね。大津彩香さんっていう素晴らしい、うんうん、国政政党の党首、政治家を世の中にもっと知ってもらおうという使命感やんけな、うん、フライデー。まさかそんな取材タイアップとかさ、120万払って4週間とかさ、うん、そんなことでは絶対ないよ、うん、言っとくけど、うん、絶対あらへんそんなことはな、うん、うん、不自然に社会役、うん、そんなことではない。大津さんの純粋に素晴らしさを世の中に知らしめようとしてるだけやねん。フライデーはさ、素晴らしい雑誌やねん。フライデーは、講談社やぞ、講談社。ネット用のお手軽提灯記事書いてる暇があったらよくお考えになることをするんです。何言ってんねん、提灯記事とは何事だ師匠。え、もう、これを初めて聞いた人は本当に信じるもう別にいいけどさあの記事が提灯記事でそんなことあるわけないやろが。そうですね、あんな素晴らしい記事が、うん、120万払って書いてもらったとかそんなこと絶対ないで、言っとくけど、うん、なあ、分かったか以上です、はい、日本で一番嫌う